編入でご迷惑をおかけしますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケスケ、校長先生が教室まで連れてってくれるって。はい、お願いします、はいはい、よろしくね。転校してきたケイスケくんです。ケイスケくん、自己紹介お願いします。東京の高田の馬場に住んでいました藤井ケイスケです。お母さんの仕事の関係でここに引っ越してきました。テレビゲームとキャッチボールが好きです。よろしくお願いします。以上です。ありがとう、ケイスケくん。はい。ケンタくん、なんで日本語話せるんですか？日本人だからです。ケスケ、あそこね。はい、それでは授業始めます。教科書の7ページ開いてください。ここは先週もみんなで読みましたよね。感想文書いてきたかな。あいつ絶対いい奴だって。直道くん、読んでください。はい。土の中の生き物たちを読んで。何だって？私が一番驚いたのは、土の中にいる微生物たちが私たちを生きることを支えているということです。そっちがエイズなんじゃない？自分の肌見てみろよ。お前の体見てみれば分かるって。いっぱいならないのは、微生物の働きを有効に利用して、お前を分解しているからなのだ。そうした時、みんなに映すなよ。目に見えないくらいの生き物が、ケイスケ君、ケンタ君、あいつに触るなよ。助けろよ。ふざけんじゃねえよ。え、なんで僕のこと病気だってみんなに言うの？僕は病気なんかじゃない。気持ち悪い。聞いてよ。僕、病気かもしれないのに、なんで一緒に遊んだの？何の病気？アイズ。エイズ？エイズでしょ？僕は大丈夫だよ。
でも、もし本当に病気で感染しちゃったら？ネットで調べたけど、誰かに触っただけじゃ感染しないってさ。うつるのは血を触った時だけ。ねえ、なんでマスクしてるの？念のため。ねえ、さっき言ったじゃん。ねえ、やめなよ。やめてよ。もし映ったらどうすんの？うん、ごめん。いいよ。ねえ、お父さんもこの町に引っ越してきたの？じゃあなんで お父さんはこの町に来なかったの？いろいろあって。ねえ、いろいろって何？どいてよ。ねえ、何？もう死んだんだ。あ、ごめん。いいよ。だいぶ前の話だから。ねえ、大丈夫だ。あ、ん？曖昧検索ってところをクリックして。僕セックスなんてしてないよ。本当に？本当だよ。両親からも感染すると書いてあるよ。圭介くん、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。はい、あのすいません、ちょっとこちらから折り返しご連絡させていただいてもよろしいですか？はい、すいません。中入ろう。まだ風邪ひいちゃうから入ろう。クラスの男の子が、僕は肌が黒いからエイズだって。ねえ、圭介聞いて。あなたはエイズじゃない。もしそうだとして、お母さんがそのこと黙ってると思う？お母さん何も分かってない。私はあなたのお母さんよ。お母さんはみんなと肌の色が一緒だから分かんないんだよ。圭介君のカルテを見ると、東京を出る前に血液検査をしていますね。圭介君は健康体だ。じゃあ僕は病気じゃない？誰だってエイズになる可能性はあるんだよ。肌の色なんて関係ない。お時間いただいてありがとうございました。田舎ではいろいろと大変でしょう。お母さん具合はいかがですか？その紙何枚かコピーしていいですか？なんで？みんなに見せたいんだ。ダメよ。なんで？僕と遊べるってみんなに信用してもらいたいんだ。圭介、もう病気じゃないって分かったでしょ？じゃあもうこの紙は必要ないでしょ？
パパもね、最初に日本に来た時は同じように苦労したと思う。パパと一緒に出かけるといつもみんな黙ったままパパのこと見つめてね、その視線がすごく嫌な感じだったの。だからママはパパにどこかに引っ越そうって何度も言ったのよ。そしたらパパなんて言ったと思う？なんて言ったの？他人に自分の人となりを決められたくないって。この意味わかる？あなたは藤井圭介なの。あなたがどういう人間か人に決めてもらうんじゃなくて、あなた自身で自分はこういう人間ですってみんなに伝えていかなきゃいけないの。心の準備はできてる？まだなんて説明すればいいか分かんないよ。先生にはあなたのこと病気だって言った子のことは伝えてあるからね。いい、圭介、これはあなた自身の戦いなのよ。ほら行きなさい。これ以上第一印象悪くしたくないでしょ。入ってくるって言ってた。何なんだ。